岡田監督飛ぶやろな。なんか知らんけど、ヤクルト0、6阪神、7日、神宮。阪神が初回の4得点で先手を奪い5連勝を挙げた。7月21日広島戦、甲子園から8月2日 DeNA 戦、横浜で8連勝して以来の5連勝。これで中日戦に続き2年連続となる今季のヤクルト戦勝ち越しを決めた。佐藤輝も前日に続きいいところでツーラン。初回な、本当にあれやな、つながるというか、そんなんいつもいつもな、毎回毎回やないしてつながらへんけどな、今日なんかほんと少ないチャンスでな、あそこでやっぱり4点、2点で終わるのとな、次のツーランいうのは大きいよな、やっぱりな、4点になる。神宮にあったスイングなのか、無理して振っていないように見える。いやいや、練習の時からものすごいフォローというか、飛ぶやろ、ボール、な、大山なんか全然引っ張ってないやん。なんか知らんけど、俺もわからんけど、まあ、風もええかもわからんけど、なんかよくボール飛ぶよ、昨日から思ってたけどな、フリーバッティングの時から。触れているということでは、いや、それはわからん、笑い、まあ、触れてるのもあるかもわからんけどな、ちゃんと、ポイントで打ってるから、やっぱり飛ぶというのもあるしな。大山はセンター中心に打ち返せている。そうや、ずっと自然というかな、逆らわんと打ってるということやろ。練習の時からそういう感じで打ってるもんな、右の方に。佐藤輝は満振りした時は空振りかすまって外野フライ、軽く合わせたらヒットかホームラン。今、真に覚醒期ですね。やっぱり1番近本が出るとつながりますね。中野も2番の仕事をきっちりこなして、3番森下がいい仕事をしてくれますし、その流れもあり4番大山に5番佐藤輝が素晴らしい活躍をここに来てしてくれる。9月に入ってクリーンナップを中心に打線の状態が上がって、投打がしっかり噛み合ってきた。カープ、ジャイアンツが少し打線が息切れ気味なので、何とか差を縮めたいところ。前半戦は雨が多くてボールが湿っていたけど、最近は晴れ続きでボールが乾いて飛ぶんやろ、知らんけどな。佐藤選手がヒットやホームランを打っている時の映像を見ると、バットに軽く当てて、いわゆるバットにボールを乗せている印象がある。落合さんが現役時代と似ていると思う。阪神のクリーンナップ、いつの間にか3人とも打点を狙えるくらいのところまで来ている。みんな2軍落ちしているから、10試合くらい出場数少ないのにすごい。近本が出て中野が送った後の森下が打ってくれてるからね。あれで大山や佐藤が気負わず楽に打ってる感じがするね。昨日から岡田監督は攻撃陣に立って試合を見てることが多いね。これは暗に前半戦と後半戦ボールが違うだろということを言ってます。ちょいちょいボールのことをリスーな W。 阪神選手が調子いいからです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。